県庁前、車道県庁前、歩道中央通りは、岩手県盛岡市中心部のメインストリートである、国道455号及び、岩手県道1号盛岡横手線に与えられた、通称である。また、このうち、地裁前から長田町交差点手前までの沿道も、中央通りという地名を持つ。沿道は、盛岡地区合同庁舎。 岩手県庁などの観光庁が集中する、官庁街や銀行、大手主要企業の本店、支社などが多く連なるビジネス街で構成されている。毎年8月1日から4日までは、東北豪夏祭りの一つ、三佐踊りが、市役所前 T 字路から中央通りに丁目十字路間で、繰り広げられている。また、夕顔瀬橋までの区間は2003年までに、無電中華と、 歩道小説装置の整備が完了。冬場でも快適に歩けるようになった。朝夕は夕方お橋から盛岡市役所前までの東行き車線でバスレーン規制を朝は7時30分9時時まで夕方は17時から18時30分までそれぞれ実施している。また那木町、中央通りに丁目両十字路は朝夕のバスレーン規制実施時間帯において 路線バスタクシーが、大田橋、森岡駅方向からそれぞれ市役所方向へ右折する、場合に限り、歩道より車線からも右折できる。なお本来は、都市計画道路として、那木町を越え間向かい町との交点まで、片側に車線で整備されるはずだったが、JR 山田線の線路に阻まれていることと、地権者交渉の難航により、バイパスへの直接接続は、絶望的である。 ありがとうございます。